僕がいなくなったってじゃあここにいる僕は何者なんだろう。それとも君が君じゃいなくなったのかな。君の背中で気づかれないように涙を流してた。さよならか悲しいことは痛くなるほど知ってるのにな。あともうちょっとだけほんの少しだけでいいから一緒にいたかった。まだ愛していたかった。ねえ本当に今日くらいはさ、ねえ起きてよ描くがいい一緒に見ようよ。もうどっか行かないでよって願っていたのは僕の方なんだ。確かに間違いなくこの部屋にいたのは二人だったの。呆れる心さえももう消えなくなってく。僕はそれが嫌だった。分かりたかった。でも一度も君の心が分からなかった。似た者同士のはずなのにな。君は変わったって悲しくなって、でも変わったのは君じゃなくて傷ついたって悲しくなって、でも傷ついたのもそうじゃなくて君からだって求めすぎて、でも変わってたのも結局のところはさ僕だったんだね。話したいのは今日くらいはさ、ギターの話じゃなくて音楽の話でもなくて今日くらいはさ、くだらない話でもしよう。今日はなんかさ、また寝て靴を履いた君は前みたいに引き止めようなんてしてこないかな。今日くらいはさ、今日だけでいいからさ、君に甘えてみたかった。毎日なんて言わないからさ、なんて寝ちゃったんだよ、わかるよ。ありがとうございます。はじめまして、福岡出身シンガーソングライターしてますひじりと言います。よろしくお願いします。